おはようございます。ポケモンスリープを介して346日目の朝でございます。時刻は5時47分でございます。昨日は珍しくこの熱帯夜じゃなくてですね、まあ暑苦しいっていうのを感じな感じずにまあ、眠れたかなってあったんですけど、ちょっと扇風機の当て方がねあんま良くなかったような気がするんで、その分ちょっと睡眠の質としては良くなかったのかなと。えー、一回途中で起きた時に。 うんアプリが落ちちゃってまた継続して当てたってのがあったんですけどんまあ結構何回か何回か起きたんですけど、まあ、それでもうん深い睡眠は取れたけど体の疲労は取れてないみたいなで扇風機を中でずっと体に当てながら寝てたんで、まあ、本当は当てないでうん頭の首をね振るっていうのが大切だっていうふうに言われてんですけど。 まあでもうち暑いんでね冷房、まあ、つけろって話ですけどうまくね室内での調整っていうのができないと眠れないし眠れたとしても疲労が取れないみたいなもう最悪な状態ではあるんですけどまあねちょっといろいろ自分の中で睡眠いのね工夫をしていきたいなっていうふうに思ってるんでピカチュウかピカチュウ欲しいな。 食べればあるしまますかまだねあの「ポケモンハートゴールド」やってるんですけど DS のソフトで「ピカチュウ」おらんのっすよ。でポケモン GO もピカチュウいないんですよ。でポケモン GO なんかこのイベントでクリスマスかバージョンのピカチュウはいるけど。 通常バージョンがいないいななみたいでなんかポケモンハートゴールド情報ですけどなんかピカチュウって進化後みたいななんかピチュウですピチュウが進化前にあるんですかだかねポケモンハートゴールドでピカチュウめちゃくちゃ使いてーっていうふうに思ってるしポケモン5でもねまあ結構モンスター集めてると思うんですよポケモンを。 まあそれでもちょっと最近は歩けてないんでまあ暑いから外歩かないでおこうって思ってるのもあるんですけどね。まあ、ジムの中歩くとか最近歩くよりもジムの中だったらバイクをね長い時間こいででバイクこぎながら自分が見たい動画見るとか、まあ、最近はプロレス動画とかですね見,見ながらしてるんでまあちょっとた 図書館に行くとか、ね、昨日も図書館に本を借りに行ったんで,で結構いい本借りてたんでねで僕は結構思ってるんですけどこれ百田直樹さんっていう作家まあ作家さんだと思うんですけど今日本保守党ですけどの話で図書館に新書ですかね新刊とかを置くと本が売れねえじゃんって話があったんですよ。で、僕結構 この図書館通いというか図書館で本借りるスキルってめちゃくちゃ高いと思うんですよだから新しい本出たばっかの本をこう図書館で借りまくるっていう技術って正直なの日本でも屈指のレベルだって思ってて思んですよ今手元にある本ってえその本全部最近出たばっかだけどそれを手元に置いてんのみたいなまあ新しい本が必ずしもいいっていうわけではないんですけど。 現2024年の図書館の,の,図書館の,の本屋大賞の作品10作品あるんですけどあと1つだけ存在すべてをだけ読んでなくて9作品全部図書館で借りて読んでますからね。買うことほぼないですからねからそれで済んじゃうんでだから本当に。 図書館店を守ろうとか本屋さんを守ろうっていうんだったら発売して1年以内のものを図書館が仕入れないっていうのは僕は実は大切なことなんじゃないかなっていうふうに思ったりしてはしておりますね。うん,なんか作家さんとしては新しい本を出した時に図書館が買い取ってくれたらある程度の発行部数が見込めるからなんかまあそれで図書館との関連性っていうのはあるんですけど。 まあそこで何十人待ちってしてたら別に本って必ずしもそのタイミングですぐ読まないといけないっていうことってあんまないんでね、まあ、それが我慢できない人はすぐ買いますからだからちょっとね、まあ、自分でこういうのやっていて疑問には思っちゃう思うんですけどまあやっぱ変えていかないとうん、まあ、ある種本が広まらないというかまあ本が広まることと本屋さんが 存続するることと作家さんにお金が入るってこととちょっといろいろと何らかでは別なんですけどね、まあ、またね最近は本たくさん読んでるんで本のね紹介もできたらなとか読んだ本こんだけ読んでますせってのをねやっていければ4月からしてないんでねちょっと時間見てやっていきたいと思います今日も一日ね雨なんですけど今日は楽しみなプロレスがあるんでそのプロレスをうんジムでバイクこぎながら見る。 何か,ンンか,かちょっと家でだらってしながら見るよりも動きながら見てる方がより一層なんかテンションが上がるんじゃないかなっていうふうに思ってるんでちょっとねいつもと違う見方ができたら。